く、そして美しく、世界が注目する女子プロレス、 We are Stardom。 月額920円でスターダムが見放題。公式動画配信サービススターダムワールド、スターダムの試合を独占配信、自宅で楽しめる動画も盛りだくさん、おうちスターダム。 We are Stardom Rewind。 2020年上半期に行われた熱戦の中からロッシー小川エグゼクティブプロデューサーがベストバウトを2試合選出し、本人たちによる振り返り解説でお届け。まずは2月に行われた新人王の上谷沙耶と逸材林下詩美によるフューチャーオブスターダム選手権試合。そしてもう一つは記憶に新しい6月の新木場興行、スターズ VS ロンナ・デルモンドの8人タッグマッチ。ジュリアが連れてきた姫香がスターダム初参戦で大暴れ。激闘激レア本人解説は CM の後。月額920円でスターダムが見放題。公式動画配信サービススターダムワールド、スターダムの試合を独占配信、自宅で楽しめる動画も盛りだくさん、おうちスターダム。 We are Stardom Rewind。 2020年上半期ベストバウトをお届けします。その一つ目となるのは2020年2月16日フューチャーオブスターダム選手権試合、チャンピオン林下詩美対チャレンジャー上谷沙耶の一戦です。そしてこの試合を振り返っていただくのはご当人同士、林下詩美選手と上谷沙耶選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、今回のベストバウトを選出したのはロッシー小川エグゼクティブプロデューサーでございます。お、ありがたいです、すごく。ありがとうございます、小川さん。あ、その一言で小川さんもね、喜んでると思いますよ。いやでもね、この当時、まあ、詩美選手がチャンピオンで、はい、まあ、上谷選手としては、まあ、フューチャーの、まあ、挑戦資格はあったんですが、やっぱビッグチャンスだったですよね。そうですね、うん、お、どうしたんですか、詩美選手。どうしたんですか、顔が固まってます。ちょっと当時のことを思い出して、はい、ちょっと緊張感あふれる表情になっておりますが。あ、そうですね、やっぱり期待の新人だったので上谷は、はい、上谷と、その上谷とシングルできるっていうのは、まあ、自分も嬉しかったです。嬉しかったけど、まあ、そういうなんか緊張感というか、はい、思うところはあったんですか。緊張感、あの上谷が私に挑戦みたいな。そうですね、なんかずっと自分を尊敬してくれてるっていうのを言ってくれてたんで、はい、まあ、ここで自分の存在感を、ね、一気にぶつけてやろうと思いました。上谷選手はどうですか。はい、あ、私これが初めてのタイトルマッチだったんですけど、なんかやっぱ緊張すごいするのかなって思ったら、めちゃくちゃ楽しめて試合を。やっぱでもそれは詩美さんだったからこそ楽しめた試合だったんじゃないかなって思ってます。だそうですよ、詩美選手。はい、ありがとうございます。クールですね。クールですね。さすがクイーンズクエスト。さすが。まあでもね、この試合が上谷選手にとってそのクイーンズクエスト入りをするきっかけになった試合でもありますよね。はい、はい、そうですね。まあ、そしてその後皆さんご存知のように上谷選手と詩美選手はタッグを組むということになるわけですが、まあここまで来て私思うんですが、上谷選手ってやっぱクイーンズクエストの今までのからとちょっと違いません？だいぶ違います。やっぱり。はい、そうです。なんかちょっと今までクールだったんですけどもね、はい、クイーンズクエストは。そうなんです。なんかちょっとアイドル的なと言いますか、やっぱ、はい、やっぱりクイーンズクエストは自分の中ではクールなユニットだと思ったんですけど、まあ、可愛さがすごいですよね、明るくて。大丈夫ですか。大丈夫です。私は客観的に見てとてもいいとは思うんですけども。本当ですか、はい、よかった、イエーイ。こういうとこですよね。こういうとこですね。でもね、試合になればですね、やっぱ上谷選手が持てる力を全てぶつけていくという熱いものになりました。ほら、この表情なんかもうね、ファイターですよ。ファイター、はい、戦う女です。そしてね、この
非常なる膝攻めが非常に目立った試合になりましたけども、これは当時の王者としては、そうですね、神谷、自分が膝悪いのを知ってながら膝を攻めてきて、でも新人なのにすごい多種多様な攻め方をされて本当に焦りましたね。これはそうなんです、これなんかはロープを使ってるんで反則で村山レフリーの厳しいチェックが入るんですけど、はい、聞いてないですよね。全く聞いてないですね、はい、でもどうですか、やっぱりそのベルトを取るために、まあ、なんといっても宇多美選手に勝つために、はい、この膝攻めっていうのは、そうですね、やっぱ宇多美さんはすごいベルトもたくさん持ってたり強い選手なので、やっぱ弱点を狙っていくしかないって思ってたので膝攻めをしました。宇多美選手はね、力もありますし、はい、まあ、キャリアもね、上谷選手も1年、はい、まあ、早い選手なの で経験も積んでるんで、はい、まあ、こういう弱点を狙うっていうのは、はい、もう遠慮なく行かせていただきました。まあ、そうですよね、リングに上がってしまえば、戦ってしまえばそこにキャリアはもう関係ありません。いやでも正直宇多美選手厳しかったんじゃないですか、どうですか。そうですね、やっぱり膝ばっかり重点的に攻められて、自分の中で今までのタイトルマッチとは違う焦りがありました。今もちょっとね、足をやっぱ支点にできない痛みに襲われています。あー素晴らしいドンピシャリじゃないですか。ドンピシャリ、はい、一回転しましたね宇多美さん。またねこれね、本当お見せできないのが残念なんですが、楽しそうに見てるんですよ三回転しニコニコして、はい、見てます。自分が攻めて宇多美選手が苦悶の表情を浮かべてるシーンをですねそのたびにちょっとね宇多美選手の雰囲気が変わってくるんですよ、はい、クールだ、はい、いやでも厳しいのは間違いないですよね、王者としてね。そうですね、もうだいぶやられてますね、自分も映像で見ててもやっぱり心配になるぐらい心配になるぐらい、はい、まあでもタイトルマッチですから、このままずるずると持っていかれるわけにはいきません。でも正直どうでした、この戦ってみて、まあ、ここまでちょっとピンチのように見えましたけども、振り返ると余裕というか、はい、いけるという感触は。いやそうですね、今までのタイトルマッチも全員の技をギリギリまで受けてやってきたので、うん、まあ、自分の中で相当きつい状況ではあったんですけど、やっぱり先輩として王者として負けられない気持ちはありました。それと同時にここまでやるんだっていう驚きみたいなものもありました。まあ、ありましたね、やりながら新人なのにこんなにできるんだっていうのは噂に聞いてた通りやっぱりすごいなと思いました。そうですね、まだこの時はいわゆる同じユニットではなかったわけですから、はい、素晴らしい。これいや上谷選手やっぱりこの柔軟性ですよね。そうですね、柔軟性生かした玉固め、はい、そうです、このデビュー戦から使ってます。はい、しかも次に移行していきます。一つの技にこだわらず見てください悪いとはしてます。いや悪いというかこんな生き生きとした表情で相手の負傷箇所を攻める、私はねちょっと試合を見ていてですね、これはすごいなと思いました。うん、だって宇多美選手はこんな顔で攻められてるなんて当時はね、この時は分からなかったわけですよね。そうですね、すごい攻められてる、はい、厳しいこのハーフボストンクラブ。まあ、やっぱり取るなら上谷選手としたらこの膝を徹底的に攻めて、はい、まあ、チャンピオンをギブアップさせたいなと。そうですね、タップしそうではありますが、ここは意地です。意地しかありません。目の前サードロープ、危なかったチャンピオン本当にもうタップしたいぐらいですよね、はい、許されるならもう痛いからギブアップしたいですよね。そうですね、タイトルマッチじゃなかったらしてたかもしれないですね、はい、そしてこれですよ、見てください、ほらひどくないですか。いろんな角度から負傷箇所、はい、結構そのチャレンジャー当時の上谷選手としてはこれはちょっと当てた、これあこれは出ましたよ、この代名詞でもあるこれね、なんかバク転とも違うしバク宙とも違うし、これ何ですか。これ私のオリジナル技なんですけど、はい、あの上谷ドロップ、上谷ドロップっていう名前を付けようとしたらちょっと宇多美さんにダサいって言われたんでまだすぐ止めましたね褒められました、先輩としての的確な助言ありがとうございますありがとうございます、はい、上谷ドロップ以外で
なんとかお願いできますかね。はい、はい、ちょっと考えてみます。はい、かっこいい名前。はい、さあ残る時間があとわずかになっている中、ここでね膝の状態でトップに行った。だがやはり止められてしまいます。おお、もうだから上谷選手は本当ドロップキックと膝攻めと、そうですね、上谷ドロップ掛け合いで、はい、押していくという感じ。そしてこれは気合い入れました。見てくださいこの瞳、プランチャスイシード、すごい、もう気合いですね。いやどん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 伊丹選手が無口になっていくという。ちょっとすごいですね、これ映像を見てたらやることが規格外すぎて規格外すぎてフランチャーもそうですけど、コーナーに立ってる人蹴ったらそりゃ外行くやろみたいな。そしてミサイルキック、まあここまで見ていただいてお分かりのようにですね、もうほぼ一方的にチャレンジャーの上谷選手が攻めています。普通新人だったらこんなに攻めきれないですよね。そしてこのオーバーヘッドキック、温存してましたね。はい、温存してました、はい、そしてこれ、これランニングシューティング、かわされた、かわしましたね。これは食らえないですね、本当にですよね。さあこれね、やっぱ今上谷選手としては決めようと思ったこの必殺技を避けられて、まあ、当時の心理振り返ってみて。いやもう時間ももうあと残り2分1分っていうことで、もうそこにシューティングスターを狙ってったんですけど、かわされて、でこのスリーパーでも落ちかけて、もうどうすればいいんだ、やばいやばいって感じでした。ですよね、はい、薄れかける意識の中で、はい、そしてチャンピオンとしてはもうここしかないと。そうですね、やっぱりシューティングスターをかわして、ここで一気にまた自分の流れに持っていかないとっていう思いありましたね。いやここからですよ、怒涛の攻めになります。林下宇多美、これはしかし返す、あー意識朦朧となれながらも目の光、力は失っていませんが、その光と力を奪うかのような林下宇多美のトーチャーラクマム。残り時間30秒を切った中での決着です。すごいギリギリでしたね。ですね、いや上谷選手としたら宇多美選手の強さというものを体感されたんじゃないでしょうか、はい、やっぱ一発一発の技がすごくて、はい、最後やられましたね。まあでもね、ここから本当に新しい上谷さやストーリーがスタートして、はい、まだ継続中でございます。はい、まあ、とりあえずお二人としてはゴッテスのベルト、タッグのベルトを取るというのが大きな目標になりますよね。はい、そうですね、はい、もうここはもう宇多美選手としては引っ張っていく。そうですね、今回は自分が先輩ということで同じクイーンズクエストにもなりましたので、上谷と一緒に自分が引っ張りつつクイーンズクエストにタッグのベルトを持ち帰りたいなと思います。ですね、まあ、そのタイトルマッチがいつになるかまだ分かりませんけども、近い将来この上谷さやと林下宇多美がベルトを巻くことになるのでしょうか。月額920円でスターダムが見放題。公式動画配信サービススターダムワールド、スターダムの試合を独占配信、自宅で楽しめる動画も盛りだくさん、おうちスターダム。 We are スターダムリワインド2020年上半期ベストバウト2試合目はこちら、2020年 6.21 スターズ VS DDM 8人タッグマッチです。そしてゲストはそのドンナ・デルモンド、ジュリア選手とヒメカ選手、やってきました。はい、ジュリアのことが好きで好きでたまらない We are スターダム視聴者の諸君、ごきげんよう。今日は仲間をね、はい、紹介するからちょっと言っとって。はい、どうも、はじめまして、ドンナ・デルモンドのヒメカです。ヒメカです、お願いします。拍手。いやでも驚きました。これジュリア選手はね、だいぶこの大会前から SNS で投入を予告してましたもんね。いやそんなしたつもりないんだけど、みんな噂が好きだからどんどん広まっちゃったよね。そう、いや噂が好きというかジュリアが発言したらそれはみんな注目しますからね。そんな言ったかな。いや今めちゃくちゃ勢いありますから。
いや、勢いは間違いないね、はい、その勢いのある DDM に加わった4人目のメンバー、トリプル X の姫香。いや大きい、大きいよ、もう一番大きいよね。そうですね、スターダムの所属日本人選手の中では一番大きい、172センチ、豪快なボディスラム、うん、そう、姫香はもう昔っていうか1年前とかね、よく試合してたから一緒に、そう、絶対仲間にしたらこれどんなデルモンドまたちょっと強くなっちゃうなっていうのを思ってた。強くなりすぎですよこれ、ちょっとスターズが肩なしです、うん、でもまあ、姫香選手どうですか、このスターダムに上がってやってやろうっていう気持ちはさらに燃え上がりました。まあ、久々の試合だったのもあって、まあ、やっぱり緊張する部分は初めての場所だしあったとは思うんですけど、はい、まあ、でも楽しかった。いやー、それは現れてますよ、うん、もうね、終始このジュリア選手がノリノリでしてやったりみたいな表情なのがすごく印象に残ってますいやー、もうそりゃそうだ ね、やっぱり舐められるから、うん、ね、いきなり出てきていきなり組んだユニットってそういう風にみんな言うじゃん、好き勝手、ね、はい、言います。そこはムカつくよね、そんなんじゃないよっていうのはもうこれからの試合なりで見せていくからさ。でもスターダムのファンもだいぶ支持率上がったというか、はっきり言ってなんか今支持率ナンバーワンな気がしないでもないんですけども、そこら辺はどうなんでしょう、ね、感じてます、うん、感じてるけど、うん、もうちょっと支持されない期間もあってもよかったかと思うけど、なんとジュリア様贅沢ですね早いよ、もうちょっと嫌われたい、もうちょっと早いよ早いよまあでもね、スターダムはユニット対抗戦、おお、ちょっと待って、そう、これなんですよ、これ聞こうと思ってたんだけど、ジュリア選手、はい、かなりこの中野タム選手と当日は激しくやり合ってましたね。うん、なんかね、絡みついてくるからね、あのババアがしかもその前からあの SNS 上でもだいぶ舌戦を繰り広げていて、うん、仲悪いなと、仲は非常に悪い、はい、うん、多分お互い嫌なんだろうね、私嫌いだし、なんか多分、はい、向こうもすごい、あ、私のこと嫌いなんだなっていうのはやっぱりこうやり取りしてて思う。ちょっとこれからもっともっとね、その火の勢いが強くなりそうなジュリアと中野ための関係性です。そしてね、これ見てくださいよ、これどうです、マイカ選手、傍らに言ってるヘルガ選手、なんかちょっとタイプも似てますし。そうだね、確かにあのマイカも結構がっちりしてるので、まあ自分に火をつけてくれる存在であるなって思いますね。今のダブルのヒップトスもなんか本当に豪快な一撃でした。さあ、そしてその嫌いなもの同士、しかもね、これジュリア選手、あのお互い白いベルトを狙ってたもの同士だったじゃないですか。だったというか今もまさにそうで、はい、まあ、それが多分一番なんだけど、はい、結構それを通り越えての、はい、もう人間対人間、気持ち対気持ちになってきてるんだろうなっていう、こいつには負けたくないって、その白いベルトを取りたくない、それだけじゃなくて、うん、こいつには負けたくないっていう個人の戦いにすごいなってる。それが結果的に白いベルト、ワンダーのベルトにつながってくるんじゃないかなと、そう、はい、思ってるんですけどもね、うん、さあ押していったジュリアです。ぐったりする、お、ブコー、ブコー、いやー、思いっきり入ったね、え、思いっきり入った、入りましたね。そしてこのもう一発、うん、気合入ってますね、やっぱ入ってますね、ジュリア、これはね、痛いよ、いや、痛いですよこの痛みは知ってる、うん、ですよね、その痛みを中野タムの顔面に突き刺していきました、うん、さあ、そしてこの対決もすごかった、姫香選手、この身長差は20センチ以上、はい、はい、まあ、身長差を考えればちょっとひとひねりかなみたいな思ったところは正直ありました。うん、でも、まあ、初めての選手というか、はい、対戦するのがどこまで粘れるのかとか分からないから、う
そこでこう変に余裕を持って全て返されて絶対負けたくはないから、はい、全力で戦いました。またね、この飯田選手はこういったなんですけども小さな体にものすごいパワーを秘めてる選手なの で、また最近はちょっとゴリラパワーに目覚めてこのね、姫香選手も負けないぐらいのパワーを見せようとしています。まあ、これもディフェンスしなければもしかするとちょっと投げられていたかもしれませんもんね。さあ、ここでスターズが反撃です。いやスターズはなんだろう、やっぱり、はい、無理だな、無理、このキラキラした感じは好きじゃないな。いや、私苦手やな。いきなりあのジュリア選手がスターズに入ってキラキラし始めたら戸惑ってしまいますけども、なるわけないだろうが、そんな風に、はい、さあ、やられっぱなしで終わらない、フォースドロップキック。そう、キラキラしてるのにこういうことしてくるからね。そうです、一個一個エグいから強烈な技が。そうなんですよ、うん、あのユニットごとにキャラクターは違うんですが、基本的にスターダムにいるユニットの皆さんはみんなエグいですね。エグい、はい、そのエグさが際立ってんのがジュリア選手ですよね。あ、そう、はい、あ、いや、もうビジュアルといい、さっきのブートといいですね、張り手といい、全部エグい、それがファンの気持ちをざわめかせます。まあね、やってやんないと、はい、ほら、狙いやばいやばいやばい、これ飯田橋来た、これも初めて食らう技、うん、おー、ちょっと危なかったんじゃないですか。危なかった、危なかったですよね。さあ、ここで修理が来るが、そこに岩谷のハイキック。さあ、マイク、この柔道殺法、もうちぎっては投げ、ちぎっては投げ、これ頼もしいですよ。そして来るぞ、うわっ、猛烈ですね。よく返した飯田選手、手応えあり、手応えありですね。いや、はい、もう下で見て、あ、決まったって思ったんだけど、私も思いました、うん、で、ラリアットを返されたら次これですよ、これ、ほら、戻そうとしたのに、このパワー、しかも倒れ込み、これはやばいな、これ、これはやばいです、うん、カット入んないと終わってました、狙ってました、狙ってました、もうこれでも終わりにしたい、強さを、自分の強さを見せたいっていうことしかないから、はい、いやー、そしてまた衝撃のシーンです。この4人の合体技、はっきり言って相当ひどいです。ひどい、ひどいです。人出なし、はい、めちゃくちゃです。もう完全にグロッギーになった飯田を抱え上げて、この見てください、このアルゼンチン、やばい、もうこれ何、山の湯、はい、をひっくり返したやつ。そうですね、余裕じゃん、23分28秒、余裕勝ちですね、この気持ちは。ニヤニヤしちゃってさ、ちょっともう、ちょっともう DDM の主役みたいな空気、ね、ちょっとこれジュリア選手としては期待以上だったんじゃないですか、どうですか。期待以上だね、もちろんものすごい期待はしてたけど、はい、それ以上にもう見せつけてくれたから、どんなベルモンド強えって改めてっていうより、今までよりも多分姫香が思わせてくれたから、よくやってくれたなと。間違いなく私もそう思いました。いや、また姫香選手も気持ちよさそうに大暴れしましたね。そうですね、このリングでまあ大暴れ、まあ、することが自分の使命だと思うので、まあ、それを見せつけれたのは嬉しいです。果たしてこの4人となったドンナ・ベルモンドがスターダムにさらなるこのカオスを、そして激闘をもたらすことになるのでしょうか、楽しみです。さあ、今後もスターダムの熱い戦い、皆さんぜひ期待してください。それじゃあみんな、アリベデルチ、またな。月額920円でスターダムが見放題、公式動画配信サービススターダムワールド、スターダムの試合を独占配信、
自宅で楽しめる動画も盛りだくさん。おうちスターダム。